すごい楽しいわ、これ。お花。飛んで辺りをうろうろしてみましょう。これは何だ？なんだこれ？スイッチ？ああ、明かりがついたき。すげえな。こんなこともできんのか。え、これすげえな。すごい、なんか豪華なさ、街みたい。すげえ、こういうの作りたいな。どっか降りるとこないかな。あ、これ線路になってる。乗りたい乗りたい。どっからだ、どっからスタート地点だよー。スタート。ちょっと夜だけど。え、なんだこれ。おい、クリーパー、お前。 おお、早い早い。なんか止まったぞ。これでゴールか。ハロウィンの時みたいになんかすごいいろいろあるってわけじゃないね、トロッコは。トロッコがメインというわけではないか。あくまで移動手段って感じかな。ベッドすごいねこれ。あ、なんか穴あるんだけど。私はバグマー。あー、すごいな。朝になって気づいたけどこんなのもある。へえへえ、こういうの、ここってさ、あれだね、建築系の参考になるよね。へえ、こんなん作れるんだな。すごいね、いろいろできるよな、マイクラ。これ一通り見たのかな、ここは。なんかおしゃれだわ、鉢植えとかあって。ちょっと興奮しすぎて声が枯れてきてるよ。こっちまだ結構あるんだけど。ここ通ってないよね。また別の線。え、違うな、これで終わりじゃん。あ、すごい、上から見たらすげえ。これはすごいよ。砂漠の方にもなんかある。これ何？これ何？中に何かあったりする？あるよ。これ壊しちゃいけなかった系？下から入れんじゃね？入れるよ。壊さなくてよかったよ。あ、戻ってくる。無理だこれ。また線路ある。乗ろう乗ろう、トロッコ乗ろうぜ。ほい。あ、チェストか。うわ、すげえ、あの建物。あ、リトルビッグプラネット、あれだ、あれだ。すげえ。あ、あそこにもさっき見た。へえ、うわ、びっくりした。落ちたぞ、落ちたぞ。びっくりした。なんだ、落ちんのかよ。見とれてたら落とされました。こっちにも線路がある。気になるけどまずはここからだ。
ちょっと待った、ちょっと待った、めんだ、なんだあれ、目玉みたいな、こっちはなんだ、アトラクション的な、ん、終わりか、終わりっぽいな、うわびっくりした、いちいちびっくりす、やっぱアトラクションっぽい感じになってるよね、スタートがどこかわからない、変なとこから来たから、おそらくさっき最初のね穴んとこ入るとそれぞれのスタート地点にね行くことになると思うんだけど、まあちょっとめんどくさいからこうやって飛んでいきます。あれクジラか、ほらクジラの口、これだよこれ、すげえ、これまさしくリトルビッグプラネットじゃん、入れないか、すげえでけえ、これわかんない、こっちのやつわかんないな、まあ、あんま知ってるわけじゃないからさ、ウルトロック乗ってみようかな、じゃあゴーゴー、クジラに食われた、うわー赤い、ん、これはなんか見た覚えがある空間だと、やばいな、寝不足だ、ほんと石英ブロックの柱、これもしかこっちがスタートだったなわけないか、え、でもコントロールか、どっちからでもいけるよって感じか、長い階段だ、戻ってきた、これサボテンだよね、でトロッコと、ゴー、この空間はどこも一緒なんだね、なんかロード中みたいな画面だね、 PSO2 の、結構長いぞ、結構遠くなんだな、うわ赤い、マグマが垂れてる、すげえな、こういうとこ作ろう、作りたいな、うわー目が回る、すげえな、すげえ登ってってる、ぐるぐるぐる、着いた、上で、どこだ、なんだここ、砂漠っぽい感じだな、すごい、どれもアトラクションっぽい感じで、おい、こっちが正規ルートだよね、ん、あれ通っていくのか、ここを、うわすげえサボテンがいっぱい、
おそらくこれでいいと思うんだけどな。あ、こっからわかんないよ。あ、矢印あった。こうやって矢印を探して、うわお、びっくりした。行くんだね。これトロッコか。お、びっくりした。あ、びっくりした。ゴー。ゴー。よくわかんないや。うわ、すごい、太陽がなんかすげえ。おお、月。なんか惑星じゃん。惑星じゃんってなんだ。どれも、アトラクションっぽい感じになってるね。へえ。すごいな。綺麗だな、こういうの作りてえな。え、相当やり込まなきゃだよ。森か。すごいよね、これ。これね、使用版なんでね、PS3 はできるのかな？僕は PS4 でやってるんですけれど、マインクラフトを買うとね、無料でできます。ぜひぜひ、マインクラフト買った人や持ってる人、同じか、買った人や持ってる人は同じか、持ってる人はね、ぜひぜひ遊んでみてください。結構楽しいぞ。へえ、街みたいなのがある。あ、ここにも矢印とかある。ここもアトラクションの一部？ちゃんと寝れる場所とかもあるね。セーブポイント的な。まあこんな感じです。これなんだろうってずっと思ってたけど、これマインクラフトじゃなくて、なんだっけ、リトルビッグプラネットでこういうなんかあったね。こういうなんか。はい、まあ、こんな感じです。本当、これだけならね、セーブはできませんが、無料で遊べるので、ぜひぜひやってみてください。それではご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。